では早速始めていきましょう。じゃあ最初ね、マットにあぐら座になって座っていきましょう。お尻の肉広げてあげて、そして肩や首の力抜きましょう。顎を軽く引いて、頭頂は空の方にスッと引き上げ、骨盤は大地の方に安定させていきます。はい、じゃあ最初にちょっと手首をほぐそうと思います。両手胸の前に、指を絡めていったら手首を回しましょう。右回し、左回し、ぐるぐるぐるっとね、手首を回してあげます。で、若さなね、鶴のポーズで手首ちょっとね、痛くなりやすい方もいるので、最初にね、しっかり手首をほぐしてから練習していきたいなと思っています。はい、じゃあここでストップしていったら、少しね、胸とか、肩甲骨周りもね、ほぐしていきましょう。ちょっと向き変えるね。では一緒に動いていきましょう。吸って手を返して、上に上にぐーっと伸びをします。胸を開いて、吐いて背中を丸めていきます。肘軽く曲げて、胸の前大きなボール抱えるように、これ繰り返しましょう。吸って手を返して、上に上に伸びをして、吐いて背中丸めます。手のひら胸の方に向けていく。もう一度吸って、手のひら返して、上に上に胸を開いて、吐いて背中丸めます。手のひら胸の前、大きなボールを抱えるようにしていきましょう。では最後ね、吸って手のひら返して、ぐーっと上に伸びていったら、ここでね、そーっと手を離しちゃいましょう。少し肩甲骨を引っ張っていきます。右手で左手首使いましょう。つかみましょう。私、鏡写しだと思ってね、吸ってぐーっと左手を引っ張るようにしたら、吐いて右側屈ゆっくり入れていきましょう。まずは肩の力抜いて、目線少し空を見上げます。左のあばら骨一つ一つの間、呼吸を広げていきましょう。もう一つ吸って、で吐いて少し背中を丸めていきます。この左手を右斜め前の方にね、押し出すようにしてあげて、背中を丸めながら、ここ左の肩甲骨の下あたりストレッチかけていきましょう。もう一つ吸って、吐きます。では次、吸う呼吸でゆっくり背骨を起こしていったら、手を変えていきます。今度は左手で右手首つかみ替えて、吸ってうーんと伸びをしたら、吐いて左側屈、あんまり深くいかなくていい。吸って目線横から上、吐いて肩力抜いて、右のお尻ギューっていう顔しながら、ここです、右のあばら、ウエスト開きましょう。もう一つ吸って、吐いて少し背中を丸めながら、この右手を左斜め前の方にぐーっと引っ張って、ここですね、右の肩甲骨の下あたり、しっかりとストレッチかけていきましょう。もう一つ吸って、吐きます。ふう、では次、吸う呼吸で真ん中上に戻ったら、吐いて両手をほどいて、背中が指を絡めます。こんな感じです。肩甲骨寄せましょう。吸ってぐーっと肩甲骨寄せて、胸目線空、吐いて顎軽く引いて、片耳離しましょう。胸で吸って、胸で吐く。ではゆっくり手をほどいていったら、ここから両手で膝を閉じて、マットの真ん中、四つん這いに入っていきましょう。肩の真下に手首、腰の真下に膝で、最初につま先を立てておきましょう。じゃあもう少しね、手首のストレッチかけていきます。片手ずつ、指先外巻きから膝の方に向けてください。肩の真下に手首は変わらないです。指先の向きだけ変わってきます。ここね、肘こうやって反らない、肘を少し曲げて、そして顎を軽く引きましょう。首長くしていきます。じゃあここから肩を回しましょう。まず右回し3周ゆっくりいきます。ゆっくりゆっくり、で手のひらがね、床から浮かないように注意してあげて、両肘ね、1ミリずつ曲げながら、ぐるーっと肩を回しましょう。手首痛かったら、肩で回す円のサイズ少しね、下げて小さめにしてください。反対回しもいきましょうか。あと1ミリ大きく円を描きながら、ゆっくり肩を左回しいきましょう。でも自分の体の感覚最優先、もし手首が痛かったら、肩で回す円のサイズはちょっと小さくしてあげていいですからね。はい、では真ん中に戻っていったら、片手ずつゆっくり手の指先を正面向きに戻していきましょう。ではここからもう一度ポジションを確認します。肩の真下に手首、腰の真下に膝、つま先立ちを作ってあげましょう。人差し指正面です。
手のひらを大きなパーにしてあげましょう。ではここからまず一つ目のポイント、肩甲骨を開く感覚をつかみましょう。まずね、吐く呼吸で四つん這いのまま胸の中心をマットの方に近づけます。これね、肩甲骨寄せてますよ。今肘伸ばしてね。でゆっくり吸いながら今度肩甲骨の間開いて空を押し上げるように、キャットの顔じゃなくて今肩甲骨だけ動かしてます。次の吐く呼吸で肩甲骨を寄せる、胸を少しマットの方に押し下げて、そして吸って肩甲骨を開く、脇締めながらぐーっと肩甲骨の間開いて、もう一度吐いて胸を下ろす、肩甲骨寄せて、吸って肩甲骨開く、この感覚をぜひ覚えておいてください。そして肩甲骨を開いたまま手のひら1枚前に置いてあげましょう。で肩の真下に手首したら膝はね、腰よりちょっと後ろに今度変わってきます。肘1ミリ曲げて脇の下締まり、肩甲骨の間を開いたら次の吸う呼吸で膝を少し浮かせます。今ね、膝マットから少し浮かせてください。この時に尻尾の骨下、肩甲骨の間開く、顎引いて目線はマットの方見ていきましょう。下っ腹締めていきます。もう一つ吸って肩甲骨の間開いて、はい、でダウンドッグ、お尻斜め上に持ち上げていきましょう。ではゆっくり足踏みしていきます。膝、足首柔らかく動かしましょう。ペダルを漕ぐように片足ずつかかとマットに押し込んであげましょう。太ももの裏やふくらはぎ、アキレス腱、たっぷり呼吸を送ってみてください。はい、では足をストップさせたら両手の間見て、で片足ずつ手首の手前まで歩んでいきましょう。でここね、足腰幅にしていきます。足腰幅に開いて前屈ウッタナサナ、ふう、膝曲げます。首や頭だら、で肩首力抜きましょう。背中から吸って、吐いて頭が重くなっていきます。では次吸う呼吸で背骨を床と平行まで起こしていきましょう。で吐く呼吸でゆっくりね、つま先を斜め45度外側に向けていきます。両方のつま先外側ね、吸ってもう一度背中を伸ばして、吐いてゆっくりお尻をかかとの方に下ろしていきましょう。マラサナいきます。今ちょっと横向くとこんな感じね、かかとは腰幅、つま先は斜め45度外向きです。両手胸の前で合掌を作ったら顎を引いていきます。頭頂は空向き、そして尾底骨は下向き、肘は膝を開こうとしますが、膝は肘を閉じようとしてください。ぎゅーっとここでも内ももを締めるようにして、膝で肘を閉じようとします。もう一つ吸って、吐いてゆっくり両手カップハンズマットに置いたら、もう一度吸ってお尻アップ、つま先平行も平行に戻して、吐いて前屈膝曲げます。首や頭だら、吸って横から両手持ち上げましょう。頭の上合掌、吐いてナマステ合掌、胸の中心に戻していきます。ではカメラ大きい方に変えていきますね。ここから、体のね、ダイナミックなポーズもどんどん入れていきましょう。ではここからタダサナ、まっすぐに立っていきますが、両足閉じます。両方の親指付け根揃えましょう。そして足の指広げてマットグリップ地に足つけます。目線正面にして顎を軽く引きましょう。尻尾の骨下向きです。今日のテーマね、下腹部締めたいのでおへそと恥骨の皮膚を少し締める。その代わり尻尾の根下がってきます。ここおへその下の腹筋入れておきましょう。で顎を軽く引いて頭頂は上、内ももき締めます。膝はちょっと曲がってでもいいからしっかり閉じてください。内もも締めていきましょう。両手胸の前で合掌を鼻から吸って、で一回吐きます。ゆっくり呼吸、体の中心でエネルギーを感じていきましょう。はい、では今日のテーマ、肩甲骨開く、下っ腹締める、内ももを締める、ここをね意識するような、ポーズの練習、一緒に練習していきましょう。ではまずチェアポーズからいきます。手両手バンザイ、手のひら向かわせて上に上に伸びていったら、吐いてお尻後ろに引いてチェアポーズ、顎引いて吸って尾底骨と頭頂引き離すように、吐いて内もも締めます。膝ぐーっと締めましょう。肋骨背骨の方にキュッと締まって、背骨が反りすぎないようにします。もう一つ吸って、吐いて前屈ウッタナーサナ、
首や頭だら。そして背骨半分起こしていったら、吐いて左足一歩大きく後ろに引いて膝を置いちゃいます。右膝の下に右足首を置いて、左膝骨盤よりちょっと後ろ、つま先立ちしっかり後ろ足で踏ん張っていきましょう。ではここから両手のひらしっかりマットに置いて、そして右膝を右手首の手前に置いてください。ではここから少し腹筋、肩甲骨の間開く、尻尾の骨、下げて下っ腹を締める、その練習をしていきましょう。手のひら大きなパンにして人差し指正面、肩が手首より前に出ないように注意してね。では次の吸う呼吸で左膝を伸ばしてください。肩の真下に手首の状態で左膝伸ばしてつま先立ちです。呼吸に合わせてこの右膝を上の方に持ち上げていきます。まず吸って肩甲骨の間開く、顎引いて吐いて右膝ぐーっと持ち上げます。もう一つ吸って尻尾の骨下げる、吐いて右手首内側に右足下ろしましょう。左足斜め45度内側踏み込みます。左足の裏べったりマット踏み込んで、そしてしっかり足両足踏ん張っていったら、次吸う呼吸左手上から後ろに引っ張っていって静止のポーズに入りましょう。顎引いて吸って頭頂は上、吐いて尻尾の骨下、吸って両手さらに広げて吐いて右手指先見ましょう。肩力抜く、吸って大きく手足が広がるように、吐いて尻尾の根下げて腰が反らないようにしましょう。肩リラックスします。リバースウォリアー、右手のひらくるっと空向けて、吸って右手胸目線空に引っ張り上げる、吐いてもう一つ右膝踏み込みます。肩力抜いて吸って右あばらを開いて、吐いて上半身起こしたら三角のポーズいきます。吸って右膝伸ばして、吐いて体を右の前にスライド、右ウエスト伸ばしましょう。右手すねで大丈夫、吸って左手横から持ち上げます。目線空、吐いて肩力抜いていきましょう。吸って手足が広がる、吐いて下っ腹を締めていく、おへそと恥骨の皮膚ね、ここ締めておいてください。もう一つ吸って、吐いて左手カップハンズマット、右手カップハンズマット、右膝90度に曲げたら左足つま先立ちに戻りましょう。左足をマットの前に引き戻します。吸って左足アップ、吐いて両足揃えて前屈、膝曲げます、首や頭、吸って横から両手持ち上げます。頭の上合掌、吐いてナマステ、合掌胸の中心です。では2回目いきましょう。吸って両手バンザイ、手のひら向かせて目線指先、吐いてお尻後ろに引いてチェアポーズ、顎引いて、吸って背骨を伸ばしつつ、吐いて少し恥骨引っ張り上げる、肋骨を背骨の方に引き込んで脇の下向かわせます。肩すくめないように吸って、吐いて前屈ターナーサナ、ふう首頭だら、吸って背骨半分起こして胸を開いたら、吐いて右足一歩大きく後ろ、膝を置いちゃいます。ロランジ、では手のひらしっかり肩幅に置いて、手のひらマットです。そして左の膝を左手首の前に置いてあげましょう。左足の甲は寝かせます。こうやってね、肩が手首より前に来ないように少し右足調整しながら、肩の真下に手首を維持しましょう。では次の吸う呼吸、ゆっくり右膝を伸ばしていきます。右足つま先立ち、そして肩の真下に手首です。顎を引きましょう。肩甲骨の間開く、そして頭こうやって落とさないでね、目線は少し起こしながら肩甲骨の間開いて、そして尻尾の骨下、下っ腹締めたままいきます。呼吸に合わせて左膝持ち上げますよ。まず吸って肩甲骨の間開いて両手マットプッシュ、吐いて左膝ぐーっと持ち上げます。もう一つ吸って、吐いて左手首内側に左足下ろしましょう。頑張りました。右足かかと斜め45度内側、しっかり右足踏ん張っていきましょう。次吸う呼吸で、右手後ろから、上から後ろに引っ張って戦士のポーズにです。吸って頭頂は上、吐いて尾低骨下で肩力抜きましょう。目線は左手指先見ていきます。下っ腹締めて肩甲骨ね、ここ寄せない、むしろ開いて肩力抜きましょう。リバースウォリアー、左手のひら空向けて、吸って左手胸目線空に開放、吐いて左膝もう一つ踏み込む、左膝と左手の指先引っ張り合って、吸って左あばら開きます。吐いて上半身起こしたらトリコナーサナ行きましょう。吸って左膝伸ばして、
吐いて上半身左前に据え、スライド、ウエスト伸ばしましょう。左ですね、次吸う呼吸、右手目線空。吐いて肩を開くようにしてあげて、顎を引いていきます。吸って手足が広がる。吐いて尻尾の骨を後ろ足かかとの方に向けていきましょう。右膝伸ばしきらないように注意します。もう一つ吸って、吐いてゆっくり両手マットに下ろしていきましょう。左膝90度に曲げたら右足つま先立ちに戻します。今度は両手の首は肩の真下、人差し指正面です。手のひらべったりマットについていったらプランクポーズいきますよ。さっきと同じ肩甲骨の間開いて、尻尾の骨軽く下向き、腹筋締めたまま吸って左足後ろをプランク、吐いてぐーっとお腹へこませて、もう一つ吸って両手マットプッシュ、吐いてつま先で体を前に乗り出すようにしてゆっくり腹ばい、足の甲を寝かせて、吸ってコブラ、顎を軽く引きます。肩耳離して、かかとは空向き、吐いてチャイルドポーズでお休みしましょう。頑張りました。肘軽く曲げて肩首力抜いてあげましょう。背中から吸って一回口から吐きます。少しこのまま呼吸を続けながら体と心が落ち着きを取り戻すまで待ちましょう。膝少し広げていいです。お腹圧迫しないようにします。もう一つ吸って吐きます。では呼吸が落ち着いたら手のひら顔の横、吸う呼吸両手マットプッシュして起き上がってきてください。はい、頑張りました。ではここからマットにあぐら座になって、まずバタコナーサナを作っていこうと思います。足の裏を合わせて、あ、カメラちっちゃい方にしようかな。足の裏を向かわせて座っていきましょう。はい、じゃあこの後です。バタコナーサナ終わった後にバッカーサナやるんですけども、最後の調整ね、内ももの力を入れるっていうのがもしかしたら結構ね苦手意識高い人多いかもしれないので、少しね内ももの力を活性化させていきましょう。足裏合わせて膝をマットから少し浮かせてください。で、自分のこの、前腕部ですね、この前腕部を両方とも膝の内側に引っ掛けていきましょう。さっきのバカアサナ、さっきの、マラサナにもちょっと近いんですけど、肘は膝を押し下げようとします。でも膝はその手に反発するように膝は閉じようとしてください。その力でね、この内ももを強くしていきますよ。手のひら空向きしましょう。顎引いて吸って背骨伸ばして、吐いて肘と膝で押し合いっこしましょう。呼吸します。鼻から吸って、鼻から吐く。膝もう少し閉じようとして内もも使いましょう。もう一つ吸って吐きます。ふう、頑張りました。では手をつま先に戻したら膝楽にして、膝を上下に揺らしてあげましょう。ここ使っている感覚ありましたか？内もも元気になったかな？はい、じゃあストップしたら両手で膝を閉じましょう。で、足楽に座ります。水分どうぞ。じゃあこの後バカさんやりますが、ちょっと最初水分取りながらやり方見てくださいね。まだちょっと一緒にやらないで、どんなことやるか見ててください。この後一緒にやりますからね。まず最初バカさんのポジションなんですけど、かかとが起き上がっている状態、つま先立ちにして膝をオープン、左右にオープンしていきます。で、両手は、ね、肩幅ぐらいに置いていきましょう。で、この、ね、二の腕の上に膝を乗っけると、ここね、二の腕あざできて、あざって怪我ですからね、良くないので、こういうポジションじゃなくて、こう膝で二の腕を挟むようにしましょう。さっき言ったように内ももの力使いたいから、こうじゃなくてこういう風にね、締めていくようにしますよ。では、つま先立ち、両手肩幅作っていったら、肩甲骨の間開く。そして少しね、お尻高くして尻尾の骨下げながら、片足ずつ持ち上げていきます。この時に足の親指を揃えるようにしてあげて、で、内もも締める。尻尾の骨下げる。で、戻ってきてください。このポーズは長くキープできなくていいです。3呼吸から5呼吸キープできれば十分なので、テーマ、肩甲骨開く、尻尾の骨下げて下っ腹キープ、
で内ももを締める。この3つのポイントを意識しながら一緒に3呼吸から5呼吸やってみましょう。はい、じゃあここからみんな一緒に行きますよ。まずつま先立ち、膝オープン、左右に開いておいてください。両手肩幅マットに置いていきます。で頭からつんのめらないように手元見ないでね、両手のちょっと延長線上を見て目線でね、コントロールしていきましょう。ではまずは肩甲骨の間開く、こうやって肩甲骨寄せない、開く。そしてつま先立ち、お尻を高く持ち上げていったら尻尾の骨を下げる。下っ腹しっかり締まってるのを確かめましょう。そして膝を二の腕外からギュッと締めるようにしながら片足ずつ持ち上げていきます。ゆっくりいきますよ。そして肩甲骨開く、尻尾の骨下げる。内もも締めながら鼻から吸って、ゆっくり吐く。自分のペースで、で3呼吸から5呼吸キープして、最後吸って吐いて戻ります。できた？頑張った？はい、ではゆっくりと両足を伸ばしてパダハスタサナ前屈いきましょう。皆さんよく頑張りました。足腰幅でいいです。手のひらを足の裏で踏んづけちゃいます。手の甲を下向きにして足の裏で手のひら踏んづけちゃいましょう。肘ちょっと曲げて膝も力抜いて頭力抜きます。ふう、頑張りました。かかとが浮かない程度ですね、つま先の方に少し体重かけて肩力抜いていきましょう。手首ストレッチかけていきます。ふう、頑張りました。では足の裏から手を引き出したらゆっくり膝曲げてマットに座りましょう。では、最後仰向けでいくつかポーズして終わりにしましょうね。まずは節番ダーサナいきます。両膝を立ててマットに仰向けになっていきましょう。はい、膝の下にかかとを置いて、かかとは腰幅、つま先正面向きです。そして膝が、腰幅で広がらないようにここもね気持ち内もも締めます。そして両手のひらをお尻の横に置いて、手のひらマット向き、腕ぴったり体の横につけましょう。顎を引いて肩と耳離す、首をすくめないようにしましょう。では軽く内もも締めて、つま先じゃないですよ、かかと踏んで吸ってお尻アップで吐いて肩甲骨寄せていきましょう。いける方はね手の指絡めて握り拳作りましょう。かかと踏んで内もも締めながら吸って鼠径部アップ、吐いて片耳離して、かかとと親指の付け根ね内側で体をぐっと踏み込むようにもう一つ吸って吐きます。ふう、頑張りました。手をほどいたらゆっくりお尻マットに下ろしていきましょう。そして膝を胸に引き寄せたら両手膝を抱えます。左右コロコロ転がって腰もマッサージしてあげましょう。はい、じゃあ真ん中に戻ったら最後ツイスト入れていきます。右手だけ離して横の床に下ろしましょう。左手で両膝を挟んだら吐く呼吸でゆっくり両膝を左床の方に倒していきます。両足ね力抜いて下ろしちゃって大丈夫。そして右肘軽く曲げて顔は右手の方向きましょうか。肩甲骨も楽にしてあげましょう。首がもし痛かったら頭空向きでもいいですよ。鼻から吸って吐きながら両足が重くなる。ゆっくり右の腰の伸びを感じていきましょう。穏やかな呼吸を体の中に広げてあげます。もう一つ吸って吐きます。ふう、ではゆっくり頭空向きに戻したら次吸う呼吸、もう一度両足両膝を両手で抱きしめてあげましょう。はい、じゃあ反対側いきます。今度は左手だけ離して横の床に下ろしましょう。右手で両膝を、抱きしめてあげましょう。吐く呼吸でゆっくり両膝を右床にコトンと下ろしちゃいます。そして顔は左手の方向きましょう。左肘丸軽く曲げて肩力抜きます。特に左の肩がね床から浮きすぎないように調整してみてください。もう一つ吸って吐いて両足が重くなる。左の腰の伸びを感じていきましょう。では最後吸って吐きます。ふう、ではそっと頭空向きに戻したら次吸う呼吸、両膝立てて、両膝を中心に戻しましょう。もう一度両手で膝を抱えたら左右コロコロ転がって腰をほぐしてあげます。
で真ん中でストップしたら、で足マットに下ろしてあげて、最後ですねシャバーサナ少しだけお休みの時間作っていきましょう。足はマットの幅まで広げて、では体から少し離します。手のひら空向き、優しく目を閉じて肩首力抜きましょう。鼻から吸って、で深く吐く、ゆっくり呼吸を体の中に広げてあげましょう。そして今日は特に肩甲骨を開く、腹筋を締める、内ももを締めていきます。体の中ぎゅーっとエネルギーを集めていったので、吐くたびにね、体の中の熱や緊張を吐き出してリリースしていきましょう。そして吸うたびに新鮮で綺麗なエネルギーが手足指先まで広がっていくのを感じてみてください。ではこのままもう少し穏やかな呼吸を続けていきます。ではあと一つ呼吸を行いましょう。全部吐き切れたら一度伸びをします。両足閉じて、両手頭の上に組んだら吸って伸びて伸びて、吐いてリラックス。両膝立てたら横にコトンと倒れましょう。少しそのまま呼吸を整えます。背中も丸くしてあげて、居心地のいい場所を探します。では呼吸が落ち着いたら、腕で床をしながら頭最後になるように横からゆっくり起き上がってきてください。はい、皆さんお疲れ様でした。